こんにちは、のんびり夫婦の家庭菜園です。今日は夜撮ってます。ですね、ちょっと数日前にとてもショッキングな出来事がありましてですね、ここにレタスとキャベツ両方植えてたんですが、なんと枯れておりました。うわー、そうなんです。なんか、まあ、原因がいろいろ考えられて、全部が多分こう混ざり合ってそうなっちゃったんだなっていうところだったんですけど、多分夜にマウガの幼虫、なんか土の中に卵を産んで、幼虫が夜になると出てきて虫を食べるらしいんですけど、完全にそれに根っこやられてました、ね。まあ、あとは多分今私たちの畑の中でですね、大問題になってるダンゴムシの大量発生ですね。で、多分新芽とかやられちゃってみたいな。で、あともう一つ原因があって、なんか最近ちょっとうちの主人がこの土掘り返して下の方を見てみると、なんか下が結構ベチャベチャになってるっていうのを発見してくれて、まあ考えられた原因としては、まあその水はけとpHが結構酸性に寄りすぎちゃった。なんか葉物って調べるとなんか酸性に弱いみたいで、なんかどっちかっていうとなんかちょっとアルカリじゃないけど、その酸とかに寄ってない方がなんかいいっていうのを最近見つけまして、完全にうちの畑のpHが 7.0、まあ、いわゆるちょっと酸性度が強い土になってるんで、なんかトウモロコシみたいに多分強靭なこいつらはめっちゃ元気なんですよね。だけど葉物を育てるときは、まあ多分葉物同士だったり別枠で育てないとダメだったんだなっていうことと、今日なんか実はこの後土壌改善の動画撮ろうと思ってるんですけど、まあいわゆる私たちが買った土って1袋495円のただの、まあ、いわゆる土で、まあ、肥料もそこそこで、特にその改良したなんか石灰が入ってたり、なんか赤玉土だっけとかが入ってない普通の安い土買ったんで、多分プランターとかこういう系のやつ、ちっちゃいやつとかだったら多分水はけとかpHとかそんな気にしなくてもいいんだけど、これだけ大きな畑というか、なんていうのかな、 1.45×1.45 のキャパに結構45リットルを5袋ぐらい入れてるんですけど、まあ、そうなってくると、まあ、長期的にこの土が使えるように、まあ、それなりにいい土というか肥料が入っていて、かつ、まあ、その土壌改善で石灰とか有機石灰って言われるやつとかを入れてやってあげないと、まあ、植物の生育が悪くなっちゃうんだなっていうのをすごく勉強になりました。はい。というわけで、キャベツシス。ごめんね。本当はなんか食べたかったんですけど、まあ、結球し始めていい感じだったのが、虫さんにやられちゃったんで、まあ、多少なりとも、その殺虫成分のあるものを入れたりとか、定期的に管理して、葉物はちょっと別枠でやろうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、高評価お願いします。